ララスアーゲンテタスアーゲンティアスセグロカモメは、チドリメカモメカに分類される鳥類の一種。全長約60センチメートル。死有動色。背中と翼上面は明るい灰色で、頭部、首、腹、尾は白い。外側初列風切り葉が黒く、先端に白斑がある。冬はでは、後頭部から首にかけて、褐色の小口が出る。くちばしは黄色く、 下くちばしの先端近くに一つだけ赤い反転がある。交際は黄色で、眼形は赤色。足は薄いピンク。若鳥は全身媒褐色で、くちばしが黒い。風切り派と尾の先は暗褐色。交際は褐色で、眼形は暗い赤かつ色。海岸や川口、内陸の湖沼に生息する。海が荒れる日には川口から。 大きな河川に移動したりする。コロニーで繁殖。しばしば大群を作る。枯れ草や海藻で巣を作り、2から3個の卵を産む。放卵日数は24から28日で、死有交代で放卵する。雑食性で、英明の由来にもなっているニシンなどの魚類や昆虫、動物の死骸等を食べる。ユーラシア大陸の北部から中部、イギリスや、 北アメリカ大陸北部などで繁殖する。北方に生息する個体は冬には南に渡り越冬する。日本では冬鳥としてトライし、最も普通に見られる大型カモメ類、セグロカモメ、ありがとうございます。